こんにちは。突然今日の着物です。今日ははい、ピンクの半襟ですね。こちらの紬を着ます。麻の葉がですね。さっきから着付けの動画の撮影をしてたんです。こそこそと夫婦で。そしたら多分日本一長襦袢で写ってる率高い人なんじゃないのっていう話して盛り上がってたんですけどね。これ以上長襦袢姿はもう残せんっていうので今着物を着ています。次の説明をする前にとりあえずもういいから着物着ようって思って、まあこの長襦袢も好きなんですよ。唯一自分の意思で作った長襦袢なんです。前よく買いに行ってたジャムルケイさんっていうリサイクル着物売ってるとこなんですけど、そこの店員さんだった方で和裁師さんがおられて、でそこに反物で置いてあったんですね。で長襦袢なのに、なんか付け下げみたいな、訪問着みたいな柄になるね、この反物で仕上げたらって話してて、それで、でも私作れないしなって言ったら、その店員さんが作ってあげるよって言ってくれて、それで作ってもらったんです。なんかこの襟も、私は襟芯をプラスチックの襟芯絶対入れない派なんですけど、漆器服の時は入れますよ。色無地着たりとかの時は入れますけど、普段は絶対入れないんで、こう帯の芯が入ってるんです。実はその方にが私の着付けの仕方を知ってるので、でもちょっと硬い襟にもともとしてほしいけど洗えるようにしてほしいっていう無茶ぶりに答えてくれて襟芯ガンガンに縫い付けてくれたんですね。すごいね、使いやすいですね。やっぱり単純に首にプラスチックを乗せるってどうなんだって思いません？私はね、なんかあれがなんか不自然でしょうがないなって思うんですよね。なんか買ったシャツ買った時にプラスチックのなんか輪っかついてるじゃないですか。なんかあれつけたまま歩くみたいなそんな感じにしか私には取れなくて、昔はそんなね、なんかプラスチックの芯入れるんじゃなくて、この長襦袢みたいに、長襦袢の襟みたいに、長襦袢の襟自体に襟芯をちゃんと縫い付けてたんですって。なんかなんでプラスチックの芯入れるんだろうって思って、不思議に思って調べたらそんな風に書いてあって、なんか便利なようで不便になったなって、じゃあ抜いちゃおうみたいな感じですね。今日もですね、博多の帯ですね。半幅帯締めです。ちょっとピンクの襟なんでね、あ、落ちちゃった。ピンクの襟なんで、ピンクの帯締めよく登場してますね、最近はね、この帯締め。
着物はちょっと幅が広いんで、やっぱり着付けるときにちょっとジャストサイズよりは時間かかりますね。一発でパリッとはなかなかね、前サイズじゃないと決まんないですよね。まあ別にいいんですけどね、決まんなかったって何回でもやればいいんですけどね。最初の頃はなるべく楽な素材で自分に合ったサイズの着物を根気よく探した方がいいと思いますね。ポリエステルとかはちょっとね、最初の人は着崩れしやすいし、私はおすすめできないんですよね。だったらウールとか木綿とかにした方がいいんじゃないかなと思いますね。と言いつつまたね、長襦袢を見せるとかわいいでしょこれほら、ここ斜めになるの、すごいね。隠しちゃえ。はい、ということで今日はこんな感じです。